んこんにちは。デモクラ TV の吉田俊美です。本日は新しい企画で、源さんのよろず相談室が始まります。この番組は、皆様視聴者の皆様から、ご相談をお寄せいただき、それに、よろず相談室長の源さんが、お答えをするという企画です、番組です。早速源さんをご紹介いたします。源秀盛さん、よろしくお願いします。お手柔らかに。いえいえ、こちらこそ。初めての企画で、今申し上げたように、視聴者の皆さんからいろんなご相談をいただき、それに、ここで源さんに答えていただくという、答えていただくというか相談に乗っていただく、いつも私源さんとお付き合いさせていただいて思うんですけども、源さんはいつも相談者の中に答えがある、っておっしゃってますよね。だから、そういう意味では、源さんにお答えいただくというよりも、源さんとの会話を通じて、その方がご自分で、そのこれからどうしたらいいのかという道を見つけていく、そういう番組になればいいなというふうに思ってます。はい、相談ってね、100人100通りじゃないけど、1億と1億通りやんね。なぜか言ったら、まずその人の人生、例えば老若男女でもいいし、職業でも家庭でも環境でも、で仮に相談、仮に借金、DV、ストーカー、家で、ね、そういう問題分類で分けるけども、結構意外と複合してんのと、答えはその人が分かってる、そこを気づかすのが俺答えやもんね。いちいち、ああしなさいこうしなさいは俺言わないですよね。はい、本人が気づいた、ハッとしたら顔も変わります。でなければね、例えば法律に照らし合わせてとか、例えば親族会議とかあって、みんなもうそこに言えば答えは出るね。それは他人 の力で自分は気づけへん、ね、でも一旦自分がつまずいた意思を見つけたら、ほら答えはスッと出ます。それはその人が気づくから、もう多分必要ないと思う。源さんと、私とのお付き合いはもう10年以上、なりますよね。若かりし頃、お互いに、はい、そうそうそう、今も若いけどお互いにもう半世紀生きたけど、はいはい。で、源さんといつもお話しさせていただいて、その相談者の中にね、その答えがあるんだ、だから源さんのところに門を叩くまで、あるいは電話をするまで、例えば源さんの事務所は歌舞伎町にあります。でそこの前に、誰かが座ってる、誰かが佇んでる、そういう時源さんよく一緒にね、私いて、おっしゃるのは、昨日も来てた、でも声かけない、つまりその人がドアを押して入ってくる、そこがとっても重要なんだ、だから僕は俺は声かけないよって、そういう場面が何回かあって、あ、本当にその人が、本当に問題を解決したい、何か変えたいっていう、そのまず意思が動くところに問題解決の糸口があるんだっていうのはね、流れ石、ずっと拝見していて思っていて、だからこの番組の中でも、まずここに相談をしてみようという意思が働き、そして、電話をくださる、そこがとっても重要なんだろうなと思うんですよ。自ら来ないですよ、自らね、自立やから、だから俺は失礼な言い方、目の前で何があろうが悪いけど、本人がドア叩きゃいかようにでもします、はっきり言うけども、もう5万件以上の事例はあるから、17年やってるから、もうこの道のプロです、そうですね、だから相談に関して特に生で相談を言うのは全問回答ですよね。今までうーんってうなったのはない。2つだけあるな、例えば病気なんですと、でお金がないからくれとか、お金と病気以外やったら全部できます、できますってやらしいけどな、現実やってみようから、盆も正月も、だからぜひともちょっとしたつまずきとか、こんな相談いいんかな、あんな相談いいんかな、いいね、風邪と一緒で万病のもとやから、早期発見早期治療で本人が気づけば、ほら学習するやんか、やっぱり気づかないと、それをやって、他人がやっていただけるとか、誰かに任せた方が経験がね、でないとね、せっかくの人生でも必ず同じ人生でつまずくから、そこで気づいたらほら自己修正していく、免疫力が高まるような、それがとっても重要なんですよね。絶対大事と、はい、だからこの番組も、そういう気づいて、じゃあ何かしよう、聞いてもらいたい、あるいは聞いた時に、自分でこうごちゃごちゃして
ったのを源さんが解いてくれたり、うん、あるいは源さんこうすると違う道が開けるよっていうね、そういうヒントをくださる、見せてあげるよ、うんうん、今を見ないと、うん、みんなね過去で苦しんで、ほんまに全てが過去で苦しんでる、うんね、で明日の不安っていうけど過去を見ずに、うんね、もっと言うと今を生きてないから、うん、今なんですよって、うん、失礼な言い方やけど、うん、ほんまに苦しんで悩んで言うたって腹減ったら、うん、あお腹減ったで飯食いに行くやんか、うん、眠たいとか、うん、で本当に悩み苦しんでいると3日未満では食わず飲まず来ますよ、うん、ほんまに来ます俺の子、うん、ボワッと、あとやっぱり源さんの、うん、まあ、よくアンダーグラウンドっておっしゃるけれども、うん、まあ、私たちが暮らしてる、うん、まあ、普通のってどこが普通か分かんないけど、まあね、みんなが普通の生活よねっていうその普通のからはみ出たところにもたくさん世界があって、あそこをやっぱり源さんはよく見てきて、よく見てきてらした、それから、そこで生きてらした、そういう知恵が源さんにいっぱいあるんですよね、うん、人間って360度の角度があるんだよな、上から見たら、うんうん、多分ここで見てるのは180度見られへんね、120度ぐらいや、うんうんうん、でここの方が圧倒的に深みがあるね、うん、光が強ければ強いほど影があるように、うん、でも闇がある、ね、うん、なかなかそこはそれは解決できれば、うん、本人自身がその悩みだって初めてみんな経験やから、うんうんうん、他には似たような経験あんねんね、うん、他人事では、うん、でもいざ自分になったら、うん、暗いものになれんほど深い悩みがある、うんうん、だからその自分の悩みに気がついて、うん、何かそこからそれで苦しいっていうね、苦しい何とかしたいっていう状況的にも、何か出たい突破したいっていう時に源、うん、さんのその、まあ、360度のね、あるいは深さもあるでしょうね、そういうところで、まあ、いろんなやっぱ知恵がおありになりますよね、あるのと、うん、ちょっと言い方悪いけど、うん、5万件ぐらいの、まあ、不幸の数って言ったら悪いけど、うん、悩みの数と苦しみ、うん、はっきり現実見てるやんか、うん、だから紐解き方って最初は確かに俺はね、うん、ガーッとで自分で体張っていきました、うん、でもそれはその人のためになれへん、うん、でそれが解決や思って最初は多分そうやってたやろな、うん、その間にだん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 こうやって人が若い人にこう、うん、まあ、言うとは言わんけども、うん、いや実はこうですよ、うん、ですよ、うん、単純やね、うん、意外と単純やねん、で相談はね20分で終わっちゃうよね、うん、基本的に、うん、ただみんな自分の思いをなかなか伝えられへんよね、うんうん、まあそうですよね、自分の思いを伝えたい、はいはいはい、でもどっかで、うん、ここは隠したり、うんね、でここはちょっと伏せとこうとかで、うん、だからここしか出せへんのがあるから、うん、だから一対一で聞きます、うんうん、だ一対一で聞いて俺一切目もせずに頭に叩き込むから、うん、そらそらそら向こうも喋るような、だポイントはそういうとこに出てくる、うんうん、今ね、あの5万件という、ね、話が出ましたけども、じゃ あの視聴者の中の方で、うんうんうん、源さんってどういう人っていうね、ふうに思ってらっしゃる方もいるかもしれないので、元いつも元言われるやけど、元役者とか元役者とか、ね、まあ、今はあんまりアンダーグラウンドって言えへんけどね、うんうん、いやな、まあ、だから何屋さんじゃないからな俺、でもあの病院で相談業って、あ相談業相談業で書いたら、いやこの間ちょっともうね、明日こう切るんやけども、うん、そこで手術の同意書で住所氏名年齢までええねや、で職業欄って無職ですか有職ですか、いや有職って、うん、ね、でどういう業務ですかって相談業って言ったら向こうが相談業って何ですのって、カウンセラーだなんか嘘なんかカウンセラーに見えへんやん、コンサルタントですって、あコンサルタント歌舞伎町でコンサルタント、いや何でもやで、特にトラブル相談を、うん、もううちはもう専門やから、うんうんうん、この領域では長いからって、うん、もう沈黙、もう沈黙答えようがないですね、反応のしようがない、俺もどう反応していいか分からへんけど、そのまんま関西弁で喋るやん、うん、いや標準語になれへんからな、うん、だから関西弁でだから何かと思ったら言っといてやって、今歌舞伎町っていうねあのタームが出ましたけれども、まあ、源さんは、まあ、ここでは、よろず相談室長、よろず源さんの相談よくよろず相談室になってますけれども、もともとはというか東京に出てらして始めたのが、新宿歌舞伎、あ新宿の歌舞伎町で、駆け込み寺ですよね、はい、勝ち込み寺か駆け込み寺、駆け込み寺、はい、駆け込み寺の源さんで覚えてください、もうすぐヒットします、うんうん、ヒットマンじゃないけど、はい、任しといて、はい、で あのね、うん、今の相談でよくあるのは引きこもり、うちは全部相談っていう、そう
たった一人がこんだけの世の中の相談をやるのっていうけど、うん、でも逆に考えたら、うん、たった一人にしかしないから、うんうん、だから DV ストーカー家で自殺引きこもり多重債務、うんうん、で例えば出所者支援とか、うんうん、あ全部やね人間やから。そうですよね、はい、で今は特に来てるのは引きこもりっていうのを、うん、結構5080じゃないけどね、うん、そういう問題とか、うん、もうギブアップとかよく来ます、うん、それを対応も全部やります。その前にあの引きこもりのお話も聞きたいんだけども、うん、その前に、うん、まずなぜね歌舞伎町を選んだのかっていうね、これがアウトロで濃いとこやろうな、うん、いや2000年にまあ献血が、はい、献血してちょっとこれは3分ぐらいで喋るけど、うん、2000年に献血をしたと、ね、で、まあ、でそこで、まあ、白血病の因子があるとかなんか言われて、はい、でこれネットやから何喋ってもいいなちょっと濃いで、はい、その時にあのちょうどお茶の水です、ここの日大、うんうん、日大に通ってて、あの整形、あそうなんですか、整形で MR 取ってもないし、もう骨は異常ないよ、うんうんうん、で俺はしつこいからほんまかいな言いながら平場でつまずくから、うんうん、でちょうど献血して血液検査であの引っかかって、でもその当時は、うん、ご自宅も大阪の方、神戸ですよね、うん、で会社も、うん、あちらにあって代々木に5つを作って、ああ代々木にもあって当時、ああなるほどね、だ行ったり来たりされて、そうそうそう、はい、それでお茶の水の日大病院で、そうそうそう、はい、日大で行って、まあ、秋葉原で研究したのが始まり、はい、あれがいいのか悪いのかな、うん、2000年や2000年の8月です。であれで献血やって10月に、再審されてきて、その時に、うん、ほらHIV って普通、うん、HIV、うん、HTLV-1 なら誰も分からへんけど、うん、HIV で見てで陽性感染だから普通やったら HTLV-1 やけどそんなん見もせえへん、うん、でそこで HIV って思った時とちょうど日大通っている時の、あの当時まだそのねエイズ因子の HIV っていうのはすごく問題になってたし、まだ今はねもう亡くなる方いないですけど、当時はまだね本当に死の病っていうふうに言われてましたもんね。今から20年前、20年前ですもんね、2000年やで、はい、ミレニアムか、はい、あそっかミレニアム、そうでしたね、そうです、そうです、はい、そこで人生が大転機で、ほんまふざけてるけど陽性だと思ったわけですね。いや陽性やって、陽性で、はいはい、陽性ぞ陽性、陽性陽性、はい、飛ぶ陽性じゃん、はいはい、陽性やってで陽性で感染ってどこで感染したか、母子感染やから、うん、古いね、うん、でそれでやってもっと言えば HIV 思ったらもう死ぬと思ったらほら短絡やから、うん、でも HIV じゃなかったんですよね、はい、そこはあのいやこのな今日はネットで大サービスだけど、そこで勘違いで、うん、まあ、ふざけた話だけど、うん、勘違いで身に覚えもあるしね、うん、もう死ぬって思った瞬間同じ死ぬやったら5人道連れにしたろうと思って徹底的に考えて、うん、当時会社は5つあって家族もあって金もあって、うん、全然悠々自適が一瞬で溶けて、うん、そっちにばっかり行くわ、うん、でそっちにばっかり行った時に、うん、まあ、2日後に分かるんやけどな HTLV-1 って、要するにそれで調べて白血病、うん、もう白血病かっていう感じで、うん、で1000人に999人は助かりますよと、うん、逆に1000分の1やんか、うん、であの時に HIV とやったらえらい、うん、もうこれを青天の霹靂っていうやろな、うんうん、青森県の県前やけどね、まあ言わんとこそういう話があって、そこで人生観が変わったよね、うん、それはまあ詳しくはあの 本もねたくさんあのお書きになってますのでね、 そ、はい、そっから駆け込み寺いうとこにこうこの命を使ったろう言って、うん、でまして歌舞伎町、うん、でもその前にもう一段階ありませんでした、何あの、もう自分が余命いくばくもないと思った時にあのどう思われたんでしたっけ、余命いくばくもないと思って、うん、まあ、すぐ人助けじゃないですよね、全く考えいやもうぶっちゃくなり、いや5人な、うん、関西の3人東京の2人同じようにこれともうある道連れにしようというね、4人つけ狙ったよ、うん、4人まで探して最後の1人はな刑務所入ってたから分からなかったけど、うん、当時はほんまに思って何もかもせで、それをみんな48時間にやって、俺はどこぞの刑務所で死ぬやろうと、いや本当の俺の人生観そこやって畜生、うん、みたいなもんや、それに唖然とされるわけですよね。俺は目的やったらそこにちょっとつもう、うん、今年イノシシやからな、うんうんうん、ちょっとつもうしんいう感じで、うんうんうん、ところが全くあの違うかったから、うん、あそこでそやな呆然自失、金儲けに全く興味なくなったら、うん、目的がなくなったら、うん、どう生きていいかも分からへん、うん、で
忘れもせえに紀伊国屋の書店の3階があったら、うん、ボランティア NPO って書いてるから、うん、何やるから嘘くさいって思ったら、ほら阪神大震災、うん、ほら体験してますよ、うん、あの時には長田でほらビュッと俺全部仕切って、うん、まあまあまあ助けたよ言うたら、いやみんなしてたやん、うん、あの勝手にボランティアになってるよな、うん、でみんな風呂入れたり、うん、そんなことしたよなとか、うん、でまあまあ俺は比叡山のね、うん、天台宗の坊主の端くれやから、うん、で師匠が酒井雄斎大アジャリって戦地が2回した人やから、うんはいはい、その人と共に日本全国を約2500キロ歩いたなと、うんうんうん、そういうこと思い出され思い出したわけですよね。そしたらこの命を使うんやったらよし書き込みでね、うん、っていうとこの発想から真逆にいった、うんうん、私ねあの源さんのいろんな本あの読んで、うん、だからその自分の嫁がね行く場所もないっていう時にその5人ね密前したいと思ってでその思った自分にまた違う自分がね呆れるわけですよね。全くこいつ何やって、そうそう、そこがね、畜生かガキ道か地獄かじゃないけど修羅雲か、だから一旦そこでそこそあの畜生が出てきたっていうね、うんうんうん、それを見るもう一人の源さんがいたわけですよね。唖然としたよな、うん、こんな人生を44年生きてきたんやと、うん、当時が43年やな、うんうん、猛烈に生きてきたからおせおせで、うん、なんともで全てあったんやけどな、うん、金も何にも何にも目的なくなって、うん、普通やったら死ぬ言うたらねもうちょっと家族のこと考えたり、うん、ちょっと整理したりとかするんだろう、うん、俺は全く考えへん、そっちに行くからな、うん、でそっち行った自分を見てる自分がいて、うん、もう楽だな、もうこの命、うん、この命ほんまにかっこよく言うのは簡単やけど、うん、よしこの命誰かに使ったじゃんけどな、身代わり不動になれたらええない感じ で、うん、で歌舞伎町いわゆる際どいところでまして、うん、じゃあ駆け込みでねと、うん、それで24時間やってそこに寝泊まりしながら、うん、まあ逆に言えばその畜生が、うん、あの新たな源さん、もう一人の源さんを導き出したとも言えますよね。あるよな、ね、それは今にして今も最近言うのも、あ過去のその5人の話も言うのもなんかほら言いにくいんか、ね、はいはい、こんな俺がおるんやって今も笑えるけどね、もう他人様みたいに喋れるけども、うん、でも出なきゃやられへん、うん、ほらガツンと24時間なんか、うん、まして無料やろ、そうでしょうね、うん、無料で体張ってやから、うんうん、それは賞味です、うん、それは自分に嘘つきはなく、でもこうやって生かされてる自分にかわかんねえよな、うん、後々やね、うん、でその歌舞伎町を選んだっていうのもその歌舞伎町に、うん、まあそういう意味ではいろんな災い、うん、不幸が凝縮してるっていうふうに、ね、歌舞伎町はそう欲望の町で、うん、まあ、まあそれは欲望の町イコール災いっていうのもあれでしょうけどね、でも絡んでますよね。いやもう必ずネオンの下ってね、うん、どんだけ泣いてるやつがおるかって、うん、で東洋一でしょ歌舞伎町、はい、よっしゃここで、うん、まあ、また俺よ燃えるやん、うん、よしやったろうと、うん、もうそら警察にも目つけられましたよ、うん、当時ややこしいやろ、うん、ほら見た目がもっと当時だともっとほっそりして、うん、もうカッてこういう顔やから、うん、警察眼光鋭いしね、そうそうそう、で警察にも当然見られてる、当然地元やから、うん、地回りのやつもおるし、うん、あれ何やってんのやろ、まして無料相談やろ、うん、誰かと思ったら怪しいな、なんかね、あこれはあの表見の看板であって、なんか裏でもっとね怪しいことやってるんだろうと思いますよね。完璧思われてました、うん、でも俺はいつもそう、人の意見も聞けへんし、うん、世間も関係なく俺はこう思ったらこう言うの、うん、なんか誤解されるけども、うん、まあうちは当時事務所4回やって、うん、でも誤解されるけどもって言いながらこのフレーズを言っててな、うん、ガッと言って一歩手前っていうか、うん、なんか17年半前やから懐かしいよな、もうそんな経ちますか、もう6300日になります。で17年、うん、今年年明けたら18年目なる、5月20日やから17年と半年、はいはい、うん、日数出て約6300日、うん、この間そこで、まあ、最初は周りの方からもあれは多分表向きそんなこと言ってるけれども裏でもっと怪しいことやってるんだろうっていうふうに見られながら活動を続けてきて、であと大阪や神戸の方からもなんかねそういうガンガン来て、
警視庁に訴えられたよな、詐欺師とか何や物取らとか、いやもういっぱい来たよ本当に。でもどう思われても俺はもうほらほら自分の思いでやるし、で17年の間に自己破産も2回したやんか、2回やからな、普通1回でしょとか。みんな債務保証やけどな、借金踏み倒しはゼロやね、まあ、そんな自慢じゃなくな、まあありとあらゆる経験もこの17年間したし、人要するに5万件以上の、まあ、人の苦しみや悩みやこの地獄の底っていうの。だから最初は本当に一人で始められた活動が、でもだんだん人がね、やっぱり最初はいやもうきっと裏では変なことやってるんだろう、怪しいことやってるんだろうと思ってきた人もだんだんね、やっぱり、どうも違うらしいっていうね、ことで、おまわりさんたちもね、だんだん、はいはい、協力してくださるようになってるし、今なんかな、警察関係、刑務所関係も公園行くし、京都大学も行ったよな、公園、こんな中卒やで、もう英語で何か書いてても、俺、I love you は分かるけども、ね、これだって、これはローマ字やから分かるけども、その程度のレベルやからな。で例えば数学でも算数でもね、すっごく本を読んでらっしゃる。あ、本はもうそれは本はな、本当に読んでらっしゃる。意外とこの本はよく読んだよな、暇な時は。で、まあ、だんだん源さんの活動にこう賛同する方がね、増えてきて、そして、まあ、NPO として、活動が複数で始まるわけですよね。それで今は公益社団法人、はい、きちっと、で日本国籍取っても7年になるか、日本国籍取ってね、7年になると思う。だ日本国籍取ったのも別に俺どっちでもよかった、ただいろんな方とやるのにやっぱり在日の班ではあります、はっきり言って。でやっぱり田舎以下行くほど、あ、後半の人も源秀森って本名ですかって、これ源で国籍取れたの、日本名としてそのままで、源秀森そのままです。だ源秀森さんやったら、あ、俺は源の吉本家やから吉本家って源でしょ、あ、はあ、由緒正しく、そうそう、古事記とかね、で俺古事記言うてる、向こうの古事記ね、いや日本書紀でも、もうこんなフレーズ言いながら、秀森ってすごい、あ、そうそう、平の清盛と間違えられんねって言いながら、ほら通用するやん、で日本国籍やから、やっぱこういうのって相談者にええねん。俺個人は別に何にもね、かえって在日の方がよかって名前いつも変えれるしな、通称名で、そういう便利さがあったけど、今さらもう55で国籍取ったんやけども、いや、いただいたんやけども、だからそれまで別に何の抵抗なかった。ただ相談者向け行った時にどうしようやっぱ壁がある。だから結構元在日でって言われるし、俺どっちでもええねん。区別も差別も全く。ごめんなさい、もう一回、その壁っていうのは相談者にあります、来る方があります、在日に行く、あるいは、韓国籍、いや、ゲイさん何でもっと在日でしょうと、在日でしょうよ、もう目つきが違い、犯罪者目線で来る場合あるからな。あ、いや、ありますよ、で日本語で取ってますよって、あ、取れたんですか。そっか、つまり相談者の方、まあ、日本ほぼ日本人ですよね。そうすると日本人が多分その中に、在日を、あるいは朝鮮籍、韓国籍をちょっとやっぱり下に見てるものが誤解してるっていう、出ちゃうんでしょうかね。地方行って赤裸々に分かる、都会やったら人の流れがあるけども、地方行ったらやっぱりそこのとこで、相談とは関係ないレベルやろって俺は思うけども、向こうがんって感じ、親戚が出てきたりとかな。まあ、なるほどね。実際あるからな。つまり なんでその、在日韓国籍、朝鮮籍の人に相談するのっていうことですか。っていうレベルなんやろな、信用できるの、まず、まず信用できる、なるほどね。例えば、必ず言われますよね、そういうのね、もう分かるね、一瞬で。で、まあ、取ったから何じゃなく、相談者に歩み寄るためにそれと、でもう一個は公益社団っていうのも普通じゃなかなか取れんけども、いや、そこまでハード高くして取ることによって、ほら、もう怪しい団体見えへん、俺こういうスタンスやから地方行ったら、ほら関西弁でしゃぶって NPO で何か、いや、ややこしそうやなっていうのは、ね、必ず
警察の人来ても NPO ですか、うんうん、いやこういうの弊があるよ、まあうんうん、もうちょっと俺がネクタイ締めて、うん、標準語喋って静かやったら何も言わないけど、うん、こういう押しでいくやんか、うんうん、な、うん、やっぱこれは変わらん、押しでなんか売るわけじゃないから、そうその方が抱えてるものを一緒にいたら解きほぐしましょうって、ほんまにあります。あの地方で昔10年前にね、うん、行って忘れもせえへん岡山とかあんな時行って、うん、両親が呼んでんねん、で旅費交通費の実費出して、うん、なそこは集落やから、うん、ほんだら両親ってのは息子さんのだから娘さんの両親 が俺を呼んだわけ、呼んだわけね、はいね、はいはい、で新幹線切符送ってきて、はいはい、で来てくださいって、ね、そう、でそこに行ってね、うん、で喋ってる時その娘が110番するの、うん、ヤクザが来たいって、うん、ほんだらパトほんまにパトカー来んねん、ほんだら両親がもおりへんねん、うん、ほら集落やからパトカー来たって何事って、はいはいはい、めったに来ないパトカー来てやね、はいはいはい、何事って、はい、で俺とりあえずいくら言ってもいやいやって言っても両親おれへん、うん、そのまま車乗って本省まで行って、うん、だからその時は外人登録証持ち歩いてるでしょ、どれ持ってるよ、うん、あの外国籍の人は常にやっぱり持っとかなか携帯しなくちゃいけないんですよね、免許証両家いつもセットセット、うんうんうん、セットですよね、で、はい、そこ行って喋ってる間にその両親が30分遅れて、うん、どうも警察すみません、うん、いや実は周りの目があって、うん、ほらもうここで2時間ロスタイムやんか、うん、あんた延長料金飛んでって俺もうこんな物乞いやけど、うん、なあやっぱこれがあるんやって憤りはないね、うん、あこれが現実なんや、で警察で、まあ、該当証出すでしょ、当然該当証出して、そうするとまたそこでなんかちゃうちゃう該当証出して、うん、なんで来たのって、うん、で NPO の俺ホームページをみんな見せんねん、うんうん、そんなやってる間に両親が来て、うん、どうもすいません、ね、実は言うからほらひっくり返るんだけども、はい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 、これ来なかったら、いやいや関係ないでほんまに、いやいや来なかったら警察の方は多分とどめ置くかもしれない、いやいや冤罪になるよほらそうですね、誰の許可で入ってるんですか、そうそうそういうことですよね、うん、娘が中で100トンもされんねやから、うん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 、いや真面目にありました、うん、3回やったな、八王子と岡山と、うん、俺全部覚えてるから、うん、それで学習するやん、うん、俺もで、その中で源さんが自分が日本国籍だったらちょっと違うかもしれないと、当たり前でも当たり前もっと言えるよな、うん、もういやちょっと、うん、地方って偏見があるね、うん、はっきり言う、うんうん、でこれは言っていいか悪いけど、うん、駐在とか地方行けばもっと偏見あります、うんうんうん、俺はまともにそういうのやけども、うんうん、だ相談とは違うレベルで余分な時間やから、うんうん、でも俺は腹立てへんね、うんうん、あなんでしょっちゅうそんな慣れてるから、うんうん、あなるほどねって、うんうん、それで日本国籍も取りました、うん、公益も取りました、今もすっとそういうのがもう全部省略されて、うん、でもう行かない、うん、来てよって、それで駆け込みでないのもう来て勝負、前まではどうしてもな、うん、2人組んねやったら、うんねやったら、いやいやついでやからっていうのもね、うん、ちょくちょく八王子とか町田とか行ったよ、つどつど逆転現象が起こる、うん、やっぱ世の中ってそういうもんやね、うん、まあ俺のこのキャラがな、うん、今はもうこういうのはすぐキャラ立ちしてるから完璧、うん、63やで俺、それでもこのイケイケじゃないけど、うん、ほらもうこのスタンスが売れてね、うん、でも役に立つね、うん、あこのおっちゃんに言うとったら安心やとか、うん、もう俺のラベル貼っとけって言うとったら、うん、もう意外とそういうのはな、お守りみたいになってるから、うん、これはおもろいとこやな、うんうん、まあ、現さんのその、まあ、あの相談者にとってはだからその、ね、国籍でもうすでにあの、まず国籍ってもアメリカ人じゃないわけですよね、在日、ね、朝鮮籍韓国籍で日本語がね、ちゃんとあのペラペラ喋れて、逆に言えば朝鮮語は喋れないっていうね、まあ、そういう、もう関西弁が公用語やから、うん、そう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 、そうなるとつまりあの日本ではあるレッテル貼りがされて完璧、ね、で今でも職質もかかるよ、うん、これでクラッチバック持っとったら、うんうん、俺歌舞伎町歩いてんのに、うん、でマスクするよこれで、うん、いやそれはだから 在日という国籍の問題ではないですよね、風貌それは風貌でしょうねいや風貌それは風貌だけど、どうやって言うか、あもうちょっと髪の毛伸ばしたらいいな、だから伸ばそうと思ってらっしゃる、はい、これからイメチェンをするそうですけど、束ねるか前に垂らすとかいやそれ束ねやめた方がいいけど、そうやっぱ風貌、はい、ちょんまかなんかええんかもしれないますます怪しくなりそうですけど、はい、いや ちょんまげやったら今度滑稽でちょっとあえてされるんじゃろう、どうだろう、うん、それが一人で喋るぞ、で俺必ず後ろから追いかけられるからな、え後ろから、うん、警察がちょっとちょっと職質なんでやろう、な堂々と歩いてるからかな、もっとこそこそ歩けばええんかな何しても
でクラッチバッグ持ってたら絶対物品検査されるからな、うん、でマスク取ったらでもね職質ってちょっと全然別の話になりますけど若いおまわりさんはどういう人が怪しい人かってよくわからないんですって。だからなんか交番の方から職質に行けっていうふうに若い人はかなり生かすんですってね、うん、そうするとあのとんでもない人を職質してで、まあ、とんでもない今そっちいやいやでもあのまあ職質されそうだって言っちゃったらなんかまずいけどいや、うん、俺本籍も歌舞伎町や、ねうんうんうん、あ今本籍当然住民も歌舞伎町や、ねはいはいはい、それこそ歌舞伎町民やで、うん、歌舞伎町民そうそう歌舞伎町民やで何百平方でしたっけ600メーター平方が歌舞伎町、うん、四方ね四方そこが歌舞伎町という名前ちっちゃいねっていうねでもみんな世の中だったらでかく見えんねんな、はい、でそこで俺がこうやっておるからこの間言われたもんもう源さんって歌舞伎ものですよね、うんうん、ああ歌舞伎もの、ね、前田刑事かってああそれはいいかもしれない歌舞伎ものもっとでかって言わなあかんなって言うたって、うん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 、でも態度がでかいからなって必ずやっぱ月1ぐらいでまた来たらあのあ前からパトカーといや歌舞伎町で2台パトカー走ってるからそうですよねパトカー来たら俺挙動不審じゃないけどさっと行くやん、うんうん、あそこすごいですよね本当にすぐ来るあのお周りさんはいっぱいいるしそれからパトカーは常に巡回してる100人が3交代でパトカー2台がある600分の1をずっと、はいね、600ですからね600ずっと2台1キロないんですものねそこで防犯カメラ100台ぐらいあるから、ね、あたまに防犯カメラ向かってこうやってやんねやけどうんでまあ、そこで、まあまあ、あの相談業を始めて、まあ、業っても全然儲からないとかね、まあ、皆さんもほとんどちょっとネーミング考えなあかんな、ね、相談業が怪しく聞こえるからコンサルタントでもないコンサルタントねコンサルタントもっとおかしいよなカウンセラーって、まあ、どっちでもいいんですよカウンセラーってなんか詐欺っぽく見えるな俺が、ね、だってそれは本当にマジシャン業っていうのは普通はマジシャンマジシャン、 マジシャンあなたの心を見透かす見透かすあのマジシャンなんか、うん、マジシャンね引田天功にやって俺は足した天功でもあれ業っていうのはやっぱりあれ一応ねあのなりわいにならなきゃいけないんだけども なってないですもんね俺無職やから無職年金やで、ね、あでも、まあ、年金持ってるもらってるあもらってます あ、はいはいはい、ありがたいですねありがたい、うん、でもこれは年金は別に、外国籍でももらえるでちゃんとかけてたから、うん、そうですよねかけるかかけないですもんね会社の時は相当税金払ってたからな。うんうんうんまあまあ。あそっかそっか。62歳から。はいはいはい。なんで俺給料10万円か月。はいはい。もう17年一緒やで。はい。17年一緒で。株主からあの株主ってあの駆け込みドルがいただく。当然。それで、ね、あの手取り支給されたりされなかったり。8万1000円で態度もでかいし。うんうん、でも十分食っていけんねえが、うんうん。だから年金に該当し。うんうん。アルミ公務員みたいなもんやな公務員みたいなもんですよイギリスって面白くてあの、まあ、全然話違っちゃいますけど私すっごく感激したのが自分働かないっていう人結構いるんですよね、まあ、主義主張で働かない、はいはいはい、だけどもボランティアをすぐするんですよああそれって、まあ、だからあの日本に当たる生活保護みたいなのもらってでもそれでボランティアするとそうするとそれってなんか新しい形の公務員っていうねそうそうでボランティアするということで還元してるやんなそう地域とか周りにそうだから一歩もそうすればいいのになんか ねそうするとただもらうだけじゃなくてもらうだけじゃなくてボランティアしますそうそうでもただ傾聴ボランティアとかあるやんそうそう耳遠い人やったらどうすんの、うん、それってある意味では新しい形の公務員みたいな、ね、そう形ですよね、うん、だからちょっとあのふと今あの公務員って言い方でねイギリスのことを思い出しましたけれども、うんまあんまり脱線せえへんって考えで次公務員っていっぱいあんねんけどネタは今は初回やから、まあ、年金をもらってらっしゃるっていうねそうそう、はい、まああと年金入ってね、まあ、次回はこの次回、ねうん、源さん、アットマーク DMCR ですかドット TV に、はい、メールをいただければ、源さんとここでお話をしていただいてちょっと真面目にやりますからもう生が最高、うん、生が最高ねはい生が最高でビールの話ねはいあのお刺身も生がいいですね当たり前で当たり前だって、はい、素で締めたい冷凍よりいいですねはい、いいわで、今日はカレー食わなかったお茶の水今日お茶の水だからはい帰りねそう帰り、はいはい、でまあ、あの5万人ぐらいのね、うんまあ、5万件ぐらいの相談をずっとね受けてらして最近引きこもりがね多いっていうお話ですけどちょっとその話を、うん、あのしていただこうかなと相談かって、うん、ちょっとこの間ちょっと物で書いたんやけど、はい、10分で終わる相談もあれば、うん、
これ13年かかってる相談もあるね。13年はいはい、はいはい、月1本電話かかってくるね、うん、それはもう息子が引きこもって暴力の慣れの旗やってもう13年やからな、うん、それまでにも息子が親の財産も全部食って、うんうん、で親に暴力やってで働かずに親からずっと金むしってたわけ、はい、で親がもうこれじゃ息子を殺すか私たちが死ぬ以外ないって言って両親が逃げてきて、うん、俺とこに、はい、もう何にもなく逃げてきて、うん、ただしうちって言わないと息子は今度親族行くやん、うんうん、兄弟行くやん、うんうん、だからでうちのパンフレットさんも置いて駆け込みの欄にほんま駆け込んできて、はい、その駆け込んできた当時が、65やったよご両親が、うん、はい、お父さんが65や私たちと同じくらいですね、うん、でお母さん63でじゃ、うん、じゃあ、うん、どこで働きますかよ、うん、もう部屋なんか帰られへんで、うん、65になったら、うんうんうん、まあそこは俺の顔パスで、うん、ある介護施設でやったら管理人っていうか、うんうん、何の資格もないから、はい、だから管理人の賄いデータを、はい、夫婦でちょっと預、はい、ける、はい、でそこで住民はそこに置いたまんまで、はい、だから息子は最初がん お家は息子さんがだからいるわけ、みんな処理した、うん、あ全部処理した、はい、全部売った、はい、何も預貯金も何もかも、はい、8000万食い潰したわけや息子は、息子さん一人、いやいやもうな、ほんであとはもう命取られるから当時今から13年前で65のところと逃げてきて、で俺がほらバトンタッチでやって、ほんで最初ガーッて当然息子はくれ俺をああいうの息子さん引きこもりではないんですか、いやいや引きこもってたよずっと働くずっと引きこもって親から金をむしてたわけ、でも引きこもってあんまお金使わないでしょ、違う違うゲームやら、あなるほど、はいはい、でちょっと博打もする、はいはいはい、引きこもってますもん、ね、引きこもってるけどできますもんね、関係なく、はいはい、いや今あのネットでも買えるし、はいはい、ね、はい、まあ施設負けっていうのがあるから、うん、電話一本、そうですよね、電話一本でね、はい、で非合法なゲームがあるわけやん、でそれで散々むしられて、親が方法の手でそらせんか弁護士行って警察行ったから言って訴えますかって親はそこまでできへんのと、また自分の集大もあるしちょっと非合法な部分もあるで言われへんいうところで俺起きたわけ、はい、俺そういうの大好きやからって言って、で最初の息子バーッと来た時に親は俺とこで行こうやからって言った時に、ね、で当然息子は働くも何もできへんやんか、ホームレスになりましたよ3年な、ところはもう最後もうこれ以上あかんって思って働き出すけども、ほら住所がないな、で部屋も借りられへんよ、今度保証になってくれてくるわけ息子が、そうか、でないとどうやって住んでるって、はいはいはい、そういうのはもう裏お母さん両親が聞いてるから、うん、枠があるから、うん、ええよええよ言って、でそれもこっちが出しようからな、うん、でそこで管理して、うん、じゃあ俺の貸し屋でっていう格好で部屋借りて仕事見つけて、うん、でやっぱりクビになったり、うん、でそれを2点3点繰り返してる間に今もちゃんと働いてるけども、うん、ご両親はやっぱりもう一生息子と会わんから言って、うん、まあ失礼な言い方やけど、うん、去年の1月に亡くなってんな、お父さんが、はい、だから源さんありがとう言うて、うん、終わって、うん、で お母さんの方はまだおって、うん、でも 月1回、それ13年前っていうことはお父さんお母さんが65歳で13年前だからもう79、もう79、80、そうそうそう、でお父様は亡くなって、亡くなった、うん、でお母さんも頑張ってるけど、はい、絶対知らせないでいいけど、うん、ほら戸籍謄本でこの父親亡くなったら見えるやん、はい、息子は、はい、また来るわけ、なんで知らせへんねって感じで、うん、俺がほらいっぱい貸しがあるやん、うん、保証人になったり、はいはいはい、仕事世話したりってな、はい、俺には盾つかれへんから、もう息子も55ね、え、でももうずっと俺がおるから、はい、そこのところにかばわり盾になってるわけですね、で今はもう真面目やで、うん、で息子もいっぺんもうこうやって頑張ってるの見せたいねって両親言うけども、もう両親は、まあ、両親はもう母は怖がってしまってるやん、もう、まだダメですっていうのも今も延長せんね、で月1連絡ある、月1連絡、俺の携帯に変わってくるから、俺の許可がなかったら息子は会われへんやん、お母さんにな、でももう住所分かってんねんで、勝手にとあかんって俺が言ってるから、ほらブレーキ、いやその80近いお母さんがまだ息子を信じられないっていう、どんなね、いやとことんやられたから お気持ちでしょうね、うん、一番ある意味死に現在あれへんよと不幸やけど、それ以上にもう根付いてるもんがあるね、うん、うん、根付いてるもんがあるね、で息子も、お前ね、母親に会うんやったらね、せめて食事行こうとか、たとえ10万でも握るとか、こんなこと大事やでって俺言い聞かせんねん、親に会うのなんで金いんねんって、あらあら、
そっか、お前また虫に行くんかって、いや親にあるの何ってあかんって、たとえ親でもなって思えへんって、俺はそういうとこ諭してて、まだ分からへんからそのまま。まあこれね、テレビドラマや映画の中だったら、どっかでこうエンディング最後はね、なんかこう和解とかなんかねにしないと物語にならないですよ。そうそうそう、でも現実はそうじゃない、ね、現実はそういうものやし、さやった方とやられた方と全く違う。やられた方にとってはもう顔も見たくないし怖いっていう、息子であっても当然当然当然、それと妹とかに被害が帯いかないように、あ妹さんもいらっしゃるんですよね。うん、お母様からすると、まあ、その妹を守るっていうね、娘を守るってなりますね。もう親にとっては一番そういうとこは忍びないけど、うん、まあ、そういうようなこともな、うん、13年かかったからで俺は付きっきりじゃないやんか。その源さんね、13年間その息子も見ていて、うん、彼はなんでそういう優しい気持ちになれないんでしょうかね。まだあかんな、まだ我が強いな、我が強いなんだ。まあ、して母親って自分の所有物みたいなもんやが、母って当たり前やろって、他人やったらな、ほら、いやけど俺他人やから、ね、でも親族は関係ない、もう体なかっちゃうやん、な、そもそもこうやってしたの親やねってほら言うてんねや、今ならそれに言うとったらあかん、息子が、そうです、あの時にってほら18の頃の話すんねん、はい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 、必ずフレーズが、うん、だからあの親族血縁関係って、あのそれこそね18の時にっていう思い出をお互いが笑えたり、そうだったよねって共有できる、そういう歴史を一緒に持ってるからものすごくあったかいものにもなりうるんだけども、一歩間違うとというか、理念としては現実的、まだ俺犯罪者並んできましたって、双方が、ほら、日本の殺人事件は年間1000件、ね、1000件のうち半分は家族内でしょ、誰も抑えられない、でもそれ今ですよ、今も起こってる、で最近増えてきたのは孤老死とか餓死とか、あ孤老死 ね、はい、孤独死、はい、孤独死とか、はい、この間も立派な家にね、3人兄弟かなんかがね、高齢の人がもう、はいはい、ありましたね、亡くなった、はい、一軒家やで、はいはい、資産家の人やったよな、それな、テレビや新聞の時代か、だからこんなことまで見過ごされる時代になって、それも増えてきたよな、ほら、まあ、高齢化どんどん進むから、はいはいはい、こんな相談も来ますよね。それもある意味では親族の、そうです、あのこうね、みんなほったらかしい分もあれば、ほっといていうのもあるし、なでもちょっとした気遣いで言ったらいいんやけど、そこでもう何もほら動かないようになって、動かないようになった時にほら110番119番いうセッティングもないやんけ、で1ヶ月後でしょ、なんか指導課だがなんか最近見えが行ったらもうどん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 、こんな三面基準的じゃないけど社会的な問題今どんどん起こってますよ。まあ、一つなんか、まあ、キーワードって言い方もしたくないんだけども、やっぱり親族っていうのはいろんな人間関係の中でやっぱり丁寧に扱っていかなくちゃいけないし、あの美しい話物語、美しい家族、美しいなんとかでまとめちゃいけないことなんですよね、おそらくね、現実は全く、全く思うようなとこ行けへんし、親族ほど濃いでしょ、濃い、だからもう甘えの構造が徹底的に染み付いてるから、それかいがみ合いか、どっちか罵り合いか、もう両極端、でその親族以外もあそこは親族だから家族だからっていうので距離を取ろうとしたり入っちゃいけないとするっていうね、個人情報とかプライバシーの問題とか、個人を尊重する今時代やから誰もほら手がいけっていうのは現実よね。毎日おっしゃってたその引きこもりの問題が起こってるっていうのもその親族っていうところで起こってるわけですよね。でも国も引きこもりのあれもなんか法制化とかなんかいっぱいやってますよね、これ関心をね、いいことやろ思うわ、本当にいいことだと思ってる。いや俺関心持つのは、まあ、関心持つのはね、うん、いいことやもん、はいはい、でも実際どうって言ったらそれは疑問だらけ、ね、多分その辺もねこの中でいろいろと最初はやんわりとね、はい、やんわりと源さんにお話しいただきたいなと思います。皆さんとりあえずって言い方もいいね、そう、源さん、アットマーク、デモクラ、デモクラシーですね、ドット、はい、ドットあの TV、 ぜひあのご相談をお寄せください。今日はじゃあ無料です。無料です。そうです、はい。無料相談やから、はい、本当にこんな話あんな話でもいいから、うん、ね、友人知人の話でもいいから、
とにかく心に引っかかることを発信しないとダメ、うんうん、そうですね、うん、発信してください、うんうん、ここに関しては無料で全部受け付けます、うん、はい、っていうのは楽しい番組、はい、どうぞ皆さんに一言最後に、あ、ぜひともこっち向かって、はいはい、ぜひとも歌舞伎町の源さんで、あ、こっちはね、1カメでよろしくお願いします、はい、ちょっと真面目に、はい、どうもありがとうございました。